長文2つ合わせると1500語を超えるんだ。どのような問題が実際に起こっているのか、それに対してあなたはどのような対策を考えているのか。頭取なんていうさ、言葉知ってんの中学生。俺は高校生でもそう思う。無理でしょうね。国立大学対策にもうこの時点からなってる。なだよりできないなって思う問題が多い。ハローで始まりました、無鉄チャンネルです。今回はですね、そうです、はい、難関高校入試を解いてみるシリーズ第3弾。もちろん改正などときたら、はい、3つ目はつくコマですよね、当然ね。ということで、つくコマの英語の問題ね、解いてみたいと思います。一体どれぐらいの難しさなんでしょうかね。まあ、つくコマといえばね、偏差値で言えば改正と同じ、ダールウェブサイトによると78。すげえな。そして東大のね、合格者数ナンバー2ということで、改正が185人に対してつくコマが93人合格しているということになります。だから応印や灘、渋幕なんかよりも多いわけですよね。そんなつくコマの問題は一体どんな問題なのか、やってみたいと思いますね。いつも通り時間を計りましょう。ああ、最初はリスニングか、ディクテーションだ。はい、それはないので、まあ飛ばすしかないですが、どなたかね送ってください。はい、では行きたいと思います。フリースタイル。読解と英作付き。読解2つってことか。で、英作文。グローバルウォーミングは我々の生活にどのような影響を及ぼしていると思いますか？以下の指示に従い、自分の考えは45以上、55以内。第1文はグローバルウォーミングの書き出しで、地球温暖化は日本で最も深刻な問題の一つであるという文を英訳しなさい。あ、和文英訳なの？この一文は使用した語数に含めない。続けて、あなたの身の回りでどのような問題が実際に起こっているのか、それに対してあなたはどのような対策を考えているのか、2点について英語で書きなさい。はぁ、最後に2で使用した語数か。これは難しいんじゃない？うん。まあ、小説なかなか面白かったですけどね。まあ、改正や灘と比べればそこまで難しくはないですね。ただまあ、やっぱ中学生がこれを解くっていうのはね、どうなんだろう。いや、これはかなりむずいんじゃないですか。うん。はい、終わりました。21分15秒ですかね。難しさの種類が違う。改正や灘だと読解は両方ともストーリーだったけど、まあ、灘が圧倒的に文は難しいですね。で、改正も文が難しい。で、それと比べれば圧倒的につくコマの方が簡単だし、まあ、中がついてくれてるんで、ブワーっとすごい量の中がついてますね。だからメアリーとか結婚とか、それぐらいのものにも中がつくぐらい優しめなんですが、いや、問題が相当難しいのが入ってますね。高校レベルとか中学レベルとか、そういったものとはちょっと違う思考力。国公立大学のいわゆる小説とか物語文問題みたいなのが出るって感じですね。英文自体はそんな難しくないけど、回答できる人っていうのは高校生でもほとんどいないんじゃない？
では見ていきますね。詳しく。最初の問題のストーリーなんですけど、最後の方にいわゆるオチがやってくるっていうね、一体何だったんだっていうね、謎が解けるっていうストーリーになってますね。まあ楽しく読みましたけど、長文2つ合わせると1500語を超えるんだ。へえ、じゃあ結構とかきついよね。で45分でしょ？で、リスニングもあるわけで、これ大丈夫なのかな？で、まあやっぱ、英作が手強いだろうね。かなりむずいんじゃないかなと思いますが、まあ見ていきますね。ブックスの意味、まあ帳簿っていうのを知ってりゃ一瞬だけど、知らなかったらどうなんだろう、これ。推測してんのかな、受ける人たちは。並べ替え問題。ああ、まあこれは there is nothing to worry about はできると思うけど、it がいてやらしいですね。これね、引っ掛ける気満々だよね。ちゃんとあの about の後ろが欠けてなきゃいけないっていうのがポイントになってるですね。で、次のね、二つのことは何かって、これ難しいと思いますよ。そして面白いのがさ、頭取り。頭取りは我々の全ての視点にこのようなことを行うように言うことがあります。自分で言わなければ調査のことは誰にもわかりません。まあこれはもう書いてあるからそのままなんだけど、ただセリフが何箇所かあるからね、そこでちょっとね、難しかったかな。あと、頭取りなんていうさ、言葉、知ってんの中学生はさ、今年は半沢があったから、来年この問題出したら、頭取って単語を書ける人は多いと思いますけど、それを知らない人はなんで書いたんだろうね。で、次の穴埋め、あ、まあこの anything とか wrong とかはまあ大丈夫だと思いますね。そう、やめるっていうのをね、まあ入れればいいんですけど、3はちゃんと文の意味取れてれば書けるかなっていう印象ではありますね。で、 those letters は何をさせることが目的で、最終的に何を意図したものなのか、これはきちんと書いてありますから、そのまま、まあ、いわゆる説明問題になりますね。国立大学とかにもね、出てくるようなやつです。はい。だからそれが分かってれば解けるけど、頭取りって出るのかな。ここ喋っちゃうとオチを言うことになってしまうので、問題解く方はぜひやってみてください。で、次ですね、この謎のコスモスというですね、謎のロボットの話。で、一番の言い換えは、まあこれはいけるかなと思いますね。二つ目が、理由を答えるものね、はっきりと書かれていないですから、状況から思考して書かないといけないよね。これも本当思考力が必要な、まさに物語文とかで厄介な感じの問題。で、文挿入1問題は、まあ読めてればいけるでしょう。で、4にふさわしい英文を書きなさい。いや、これは結構とかかなり大変だと思いますね。前後に書いてある文から何て言ったかを判断しなきゃいけないんですよ、セリフを。これは高校生でもほぼ無理でしょうね。答えることはできないと思いますよ。お前じゃなくて、私と結婚したいんだよみたいなのを入れなきゃいけないわけですけど、ちゃんとね、入れるかどうかだよね。で、次のは挿入問題。ああ、そうね。これは見つけられれば大丈夫だけど、知ってんのこの単語。だってさ、なんか自分は単語知ってるからいいけど、なんか中に出てくる単語よりも答えのフェイトの方が難しい単語だっていうのは、これどうなの？多分フェイトっていう意味を知らなくても推測させる問題なのかね。だとしたらすごいレベル。デート配置、内容一致。あー、これも結構きつい内容一致だね。かなり難しい。相当深く読まないといけないんじゃないですかね。はい。で、地球温暖化。そうですね。これもなかなか難しかったと思いますね。和文訳はね、It's one of the most serious problems in Japan。全く同じですね。私の書いた回答と。その後のやつですね。影響っていうのが結構大変かと思いますね。まあ、自分自身は異常気象によって、で、作物に影響が出てるとか、干ばつとか雨とかのせいでねっていう風に言ってる。で、そう、グローバルウォーミングに対して自分ができることって相当難しくないですか？だって呼吸しないで二酸化炭素を出しませんとかって無理なわけで、だから自分自身は牛の消費を減らすって書きましたけどね。そう、牛のゲップとかってさ、牛が肉になるまでのプロセスっていうのがグローバルウォーミングにかなり影響を与えてるっていうのはよく言われているので、で、字数が40から50だからそんなに書けないから、まあ、とにかくゲップが影響してるっていうとこだけ書きましたけど、40か50ってここしか幅がないので、かなり大変だと思うんですね。はい。といった形で解いてみました。なんかで、コメントとかで、いやいや、全然つくコマンダー難しくないからとかって来てましたけど、いや、難しいですよ。確かに知識は圧倒的に灘です。灘の方が圧倒的に難しいけれども、問題の質としては、いや、灘にも負けず劣らず、問題によっては、こっちの方が難しい。だから、学生でも、英語の先生でもいいですけど、やらせてみたら、灘よりできないなって思う問題が多いって答える人もいると思いますね。灘はだって単語知ってりゃ、やっつけられる問題いっぱいあったけど、こっちはそういうものじゃなくて、きちんと深く読んで、思考する、考える力を問うてるっていうね。まあ、これも確かに、問
東大に行く人たちを養成するっていうね感覚わかるなって思いますね。まあ、私立大学対策というよりはもう国立大学対策にもうこの時点からなってるっていう印象ですね。このレベルで確かに入ってきたら国公立大学の問題なんてね、単語とか構文とか文法の知識足してきゃこの思考力ありゃ解けるよねっていう印象ですね。なのでだいぶ難しさの質が違うって感じ。ただ言えることはやっぱりなんか東京大学につながる感じがする。この頃から東大に受かる力が養成されてるんじゃないかなっていう印象ですね。まあまだこの年しか解いてないからそんなに大きいことは言えないですけど、そんな印象を受けました。はい、いや面白かったです。はいですね、またどこか解いてほしい大学とですね、大学じゃねえや、解いてほしい高校とかねありましたらぜひ教えてください。面白かった。英文は一番面白かったし、解くときもすごい考えたから、なんていうか素早くババババババッと解くことができないっていう印象ね。結構考えた。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。いい問題だったな。でも中学生にはむずすぎだろ。